それでは、エクササイズ B を説明していきます。まず点 A。座標を書くやつね。さあ、A は、X 座標が5、Y 座標が2。だから、5、2です。さあ、B 行きましょう。B は、X が2、Y がマイナス3。はい、C 行きましょう。X がマイナス1で、Y がマイナス4。 さあ、続いて D 行きましょう。D は、ここですね。X が 3,Y が4ですね。はい。で、E 行きましょう。E は、X がマイナス 3,Y が2ですね。さあ、最後 F は、X 行にありますよね。X が2で Y が0ですね。はい。でしょうか。では、次の財宝をグラフ表紙に書いていきましょう。グラフ表紙に出してね。いきましょうね。 はい。まず、x が1、y が4だから、ここですね。大丈夫ね。x1、y が4。x1、y4。はい。次、9、0 1。x が0、y が1。ここですよね。大丈夫ね。はい。x が3、y が2。x が3、1、2、3で y が -2 から、ここやね。 はい。x が -2y が -4。x マイナス 2y が -4。ここですね。大丈夫ね。x マイナス 2y が -4。ちょい投げた方がいいかな。はい。次、t。x が 2y が5。x マイナス 2y が5。ここですね,でもね。はい。最後。x が -3 y が0。ということで、ここにあります。大丈夫ね。 はい、以上になります。